1192年8月9日誕生。幼名千万。父は源頼朝。母は北条政子。兄が追放され、1203年、12歳で第3代征夷大将軍となる。彼がまだ幼いので、祖父の北条時政が政治を補佐します。後に執権と呼ばれる。しかし、1205年、時政の奥方、牧野方と共に、権限を独り占めしようとした。しかし時政は、御家人たちの信頼を得られず、失脚。息子の義時と政子が実権を握ります。彼は政治に嫌気がさしてきて、歌人の藤原定家と交流。自ら近海和歌集を編纂したり、百人一首にも乗るなど、和歌に没頭します。1208年放送を患う。1209年不行となり、自分で政治を行うようになる。北条義時の独裁に不満を持ち、謀反を起こそうとする御家人が現れ、1213年、和田合戦が始まる。和田勢惨敗。1217年、唐に渡りたかった彼は、陳和敬を呼び、船を作らせる。しかし船が浮かず失敗。1218年、武士として初めて右大臣になり、鶴岡八幡宮で参拝し、その後、甥の興行に打たれる。彼は誰？